ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めます三国です。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回はジャーナリストであり、またイスラエル政府公認のガイド、ヤドバシェムホロコースト記念館の日本語ガイドもされている石堂由美さんのエピソードをご紹介します。皆さんこんにちは。私の家庭はクリスチャンではありませんでしたが、カトリックの幼稚園に通いました。幼稚園では毎日全員ひざまずいて主の祈りを言わされていたことを覚えています。もちろん内容はさっぱり分かっていませんでした。しかしクリスマスの写真を見ると、今日ダビデの町で救い主がお生まれになりましたと壁に書いてあるので、この頃からすでに聖書の言葉に自然に触れてきたことは確かだと思います。卒園後は普通の公立の小学校に入りました。私は常に要領が悪かったので、親からお前は鈍いなぁとか遅いなぁと言われていました。実際私の成績はまあまあではありましたが、体育の成績は5段階で常に2でした。しかし私の最大の問題は気が利かない、空気が読めないということでした。私は自分に自信をなくしながら育ちました。高校生になる頃には特に女性としても自信を持つことができず、私はおそらく結婚できないだろうと確信するようになりました。それで自分一人でも生きていけるよう手に職をつけるため看護師になろうと思いました。気が利かない、運動神経も鈍いという人に看護師という職はどうでしょうか。当時の私はとにかく自分でないものに憧れて、そういう人物になろうとしていたのだと思います。案の定、看護学校でも向かないのではと言われ、その後看護師になってからもどうもパッとしない看護師でした。本来ならこの患者さんは今何を必要としているのかという点に集中するべきところですが、私はこの患者さんは私をどう見るのかの方が先に気になっていました。だんだんとビクビクして生きている自分に嫌気がさし、心理学の本などを読んで、こんな私にしたのは親のお前は鈍いという言葉が原因だと思いました。さらに常に気を利かせないといけない日本の文化が悪い、こんな国にいたら自分は潰れると思いました。そして3年後に病院を辞め、日本を脱出して海外での生活が始まりました。まずワーキングホリデーで1年間オーストラリアに滞在し、全く気を使わなくても良い世界を満喫しました。日本に帰国後、再び病院職に就きました。脳神経血管外科の ICU でした。働くうちに再び海外に出たいと思うようになりました。ちょうど海外で働くことを願っていた時、かつて英語を教わっていたイスラエル人がユダヤ機関のスタッフで、なんとユダヤ人のための移住プログラムに入る道をつけてくださいました。その時点での私はイスラエルという国など全く知らないのにです。イスラエルは日本の気を利かす文化とは真逆で直球文化です。少しずつイスラエルでの生活に慣れてきた頃、ある人が、
図書館になぜか日本語の聖書があるよ、と教えてくれました。そこに置いてても誰も読まないから、ということで私がいただくことになりました。早速読み始めました。面白いと思ったのは、聖書に書かれてある地名の場所がそのままそこにあったことです。ベツレヘムもナザレもエルサレムも実際にあるし、行くことができる。イスラエルで聖書を読むとリアルでした。半年が経つと、ユダヤ機関の助けでエルサレムの病院に就職することができました。あれほど向かなかった ICU ですが、その経験があるということが採用の大きな助けとなりました。エルサレムの病院の寮ではアメリカ人、ニュージーランド人、ドイツ人の3人の女性たちとアパートをシェアしました。なんとこの3人が全員熱心なクリスチャンでした。彼女たちは私にイエス・キリストの話をしてくれて、教会にも連れて行ってくれました。同じ頃、日本人女性宣教師たちが作ってくれていた日本食につられて、彼女たちの家での家庭集会で聖書を学ぶようになりました。そこで神様は私を作られた方であり、私自身も価値がある存在なのだと教わりました。なんとなく安心し、人生で初めて生きる土台を得たような気がして、イエス・キリストを信じました。しかしその時点ではまだ自分の罪ということはよく分かっていませんでした。日本に一時帰国した時、空港職員を怒鳴りつけている一人の中年男性の姿を見ました。神様、あの人はイエス様を知らないでいます。どうか許してあげてください、と祈りました。するとその時、心に直球の言葉が来ました。いや、許されないといけないのはお前の方だ。その時はっきり分かりました。神様の作品である私自身、そして神様が創造され愛しておられる日本を全く価値のないものと見下し否定してきたことは、創造主である神様に対し失礼極まりないことであり、大きな罪だということです。この時初めて、ごめんなさい、ということができました。すると、日本も面白いと思えるようになりました。また、自分の得意不得意もわかるようになってきました。初めてイスラエルに渡ってから、もう30年以上になります。今は記者として、ガイドとして、イスラエルと日本の行き来を続けさせていただいています。聖書は単なる宗教書ではなく現実です。過去に起こったことも、そのずっと前から聖書に書かれていました。そしてこれから起こる未来のことも聖書に書かれています。主イエス・キリストが再び来られる前に、ぜひこのイエス様を信じてくださればと思います。いかがだったでしょうか。聖書を実際にその場所で読み、歩き、体感で聖書の真実に触れられ、イエス・キリストを信じられたことが素晴らしいなと思います。世の終わりの印はイスラエルを見なさいと言われます。石堂さんはこれからもジャーナリストとして私たち日本人に情報を発信してくださいます。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人にイエス・キリストの祝福がありますように。